綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ゆいちゃん、こんにちは。こんにちは。今日はゆいちゃんのレッスンです。はい、今日はですね、マイゴルフレンジの代官山、はい、代官山に来てます。広いです、ねね、広いよ。一番打席が広いってやつ。そうだね、なんか横に広いからすごい広い。高さはこの点がないから。あ、そっか。そうそうそう、いいね。はい、じゃあゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか。はい、前回低いボールをやってたので、今回は高いボールをやっていきたいと思います。打ちたい。はい、そう、これもまあ言うなればダブルショットみたいなもんなんで、うんうんうん、そんなに頻繁に出てくるものではないです。そうだね、覚えておいて損はないかなと思います、うん、はい。じゃあ今回も7番アイアン、はい、はい、で前回は低いボールを打つので、ボール右にしたりとか、うん、低く出したりとかいろいろあったんですけど、基本は逆のことをやります。で、高いボールを打ちたいので、イメージ的に言うと、ドライバーに近いイメージかな。うん、こう少し左に、逆に真ん中、うん、まあ、ちょっとだけ左に置いて、右足をしっかり踏ん張ってこういう感じで打っていきたい。うんうんうん、打ち上げていきたいから、右足がどうしても上がっちゃうと打ち上げられないので、右足のかかとを地面でしっかり踏ん張るっていうのが大事です。はい、で前回と逆でヘッドは高く出す。はい、少し下に行って、めっちゃ高く上がるじゃん。簡単に打ちますけど、これは高い感じ。いや、高いです。この右足のかかとがちょっと重要かなイメージ。だからこういう場面の時にさ、うん、ボールって高く上がる、上がるね。左足が上がってる時、うん、でその時も基本はこうベタ足してるから、うんうんうん、かかとが上がれば上がるほどこうこういう状態になって、どっちかっていうと右足は地面につけてます。なるほどなるほど、すごい。のでかかとかな、重要ポイント、かかと、おお。これも低いボールの時にしたけど、うん、基本はそのフラットな状態でやる必要性のないことだし、うん、多分低いボールの方が打つ場面が多い気がする。そうだね、確かに確かに。高いボール打つ時ってあんまりないかな。ないね、まあ、バンカー越え、まあ、でも必要ないもんね、普通に打てば。そう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 、だから高いボールって本当なんか私が高いボール打ったとかだと、うん、コースがこうドッグレッグしてて、うん、ああ木が邪魔。そう、木がそのドッグレッグのこのカーブのところにモシャモシャモシャって木があって、それを全部越えていきたいっていう時とか、あとは1打目でボールがちょっとコースの端の方に行ってしまって、こういう状態で、まあグリーンがこの辺にあって、でボールがここにある、でもこちらサイド全部林、あるね、木がめっちゃ邪魔、うん、高く上げないと多分木に引っかかりそうとかっていう時に打つことが多いけど、基本低いボールの方が多い。確かに。高いボールもし打ちたい場面があったら、まあ、さっきこの昨日じゃない前回のと逆にこう高く右のかかとね、右かかとが浮かないように。おお、すごいね。これが今一番成功したやつ。めちゃ上がってる。27。おお、すごっ。普通に打った時で22だった。あ、いい、それ7番アイアンで。へえ、すごっ。これが一番
みたいな感じですかね。分かりました。こういう、うんうんうん、でかかとが上がっちゃうと結構開いちゃうから、うん、ちゃんとしちゃう。なるほどね、かかと重要だね。かかと上がらないように、おお。っていう感じです、はい、これ失敗したらすごいミスショットになる。確かに多分めっちゃシャンクすると思う。そうだね、本当だ。大丈夫、本当だね。そう、ちょっと危険だね。めっちゃ危険だから、かかと大事。はい、かかと大事ですね。うん、まあちょっと気をつけて、あとこう揺るぎのあるスイングになると、これも良くない。ここまでいったらかかとのことだけ考えて一気に踏み抜いた方がいい。うん、ここですごい戸惑うじゃないけど、ちょっとこうスピード感落ちるとそれも結構あるから、もう一気に振り抜いちゃったんです。当てに行ったりとかするともう失敗するね。もうかかとのことだけ考えてください。なるほどね。なるほどなるほど。それ以外何も考えなくていいから、とりあえず何も仕方あげない、振り切る、以上。おお、簡単だね。うん、あんま考えすぎるとスイング中って基本的に一個のことしか考えなくていいから、うんうんうん、ラウンドは特に、まあ、練習は別だしても、ラウンド中は絶対その方がいいから、もうほんとこの場合は右かかと振り切る、以上みたいな、はい、感じでやってみてください。はい、ゆい先生ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。